あ、どうも先生。はい、あ、あれやな。宮本さんや。ご指名。森谷先生の聞いてください。ご指名。森先生、あ、森先生。誰か。もう、翔子ちゃん行こうか。まあ、翔子ちゃん行こうか。それはいいね。小林先生、あ、はい。あの、好きなんです。好きなのして嫌いなんでしょ決めてください。じゃあ、横田さん、前おるから隣おらんのか、隣おらん自身おらん。あ、しょうこちゃん来てるかい。しょうこちゃん来てます。今、うるだから。いや、あの、諸田さん行こうか、谷川先生のとこ。いいですか。はい、はい、はい、行ってください。はい。皆様、新年明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。報道関係の皆さん方も、ご忙しい中、ご出席いただきましてありがとうございます。厚く御礼を申し上げます。まあ、今年はあの、日本食連盟創立100周年、そしてあの東大の開館も、まあ、来ているということで、まあ、あの元気よくご挨拶をしたかったところで、ありますけれども、まあ、おめでとうございますとちょっと申し上げることもはばかれるほど、まあ、簡単から、辛いニュースが、続きました。まあ、特に能登、まあ、半島の、地震に関しては、まあ、個人的にもあの私も、まあ、竜王戦の対局を枕温泉で行ったこともありますし、またあの役員の時に王位戦が輪島で行われまして伺ったことも、ありました。まだまだ、
まあ、被災の状況の全容がつかめていないという、厳しい、ところで、ございます。まあ、亡くなられに、なられた方、心にご冥福を、お祈りを、申し上げます。乾杯の前ですけれども、ここで30秒ほど黙祷を、捧げたいと思います。その場で、結構ですので、よろしくお願いを、いたします。今回の能登半島の、地震で、亡くなられた、方々に、哀悼を捧げ、黙祷をしたいと思います。黙祷。ありがとうございました。どうぞお通りください。改めまして、対応された方々が一日も早く平穏な日々を取り戻されることを心より願っております。まあ、私自身の経験でもあるんですけれども、このような時にこそ、まあ、自分ができることをするというのが一番だと思っております。原点、初心に帰って、まあ、正気道に精進をしていくということが、まあ、私たち、まあ、棋士の、務めだというふうに、考えて、おります。はい、では、それでは乾杯に、移りたいと思います。